はい、半間陽先生です。セミナーが出ましたね。セミナーが出ました。ハイアンドローですね。これはね、新しい、投資方法なんですけどね、これで稼げないかって何回もやってんだけど、いろいろとインジケーターでね、投資してるんですけども、なかなか稼げないんですよ。ちょっとこれなんですけど、ちょっと遅いなんですよね。このインジケーターなんですけどね、これ今までのね、これ見つかってないですね。インジケーター。これはね、まあ、ピップスの多い、平均のピップスの多いのでね、投資させてみたんですよ。30個以上の投資ね。で、3000×5分ですね。前からの分析ですね。5分足ですから、3000本のシュートで。でこんな風に勝てばいいんですけどね。これはまだね、今のインジケーターは、提供してないんですよ。うまく稼げたら、100倍の販売物になっちゃいますけどね。これはね、自動販売なりオプションのね、ちょっと、ウーロン茶の濃いやつをね、氷に入れて、氷が溶けちゃったもん。でね、15分足なんですね。の、3シフトなんでね、必ずここで投資しないといけないです。この中でね。1個、2個、3個で計算、3個で計算するようにしています。で、3本分析ですから、やや2本よりかね、支給してるのは2本なんですよね。さっきね、松田電機のね、厚生年金基金の事務所に問い合わせしました。久しぶりだなということでね。私、松田パナソニックの創業者なんだけど、知ってるかなっていうような感じで話したんだけども、まあ、少しは通じると思う。11ヶ月しかいなかったね、私ね、パナソニックに。基金がもらえるのが11ヶ月だよ。その後、セコムの管理職になって勉強してたんですけどね。警察の仕事やってましたけど、パナソニック、で、少し、現実をよく知ってね、状況をね。で、1年半なんだけどね、研修期間があったからね、松田電機入社して、大卒でね、大学の先生の資格を持ってて入社して、で、こう、松田電機産業のね、松田電機の厚生年金基金って、11ヶ月だけでしたっけ、基金代、1年間で1万6000円だったな。もらえるのが、パナソニックからね。約1年勤めてると、1万7000円ぐらいかな。まあ、少し下がったんで、1万7000円ぐらいだったんですけど、ね、少し下がったらしいね。結構1年間でしょ ?1 年間で2万円ぐらいだから、30年勤めたら、金だけで、6、ん?何がおかしいんだ
番2×3でね。60万の今あるよね。基金だけで、国民年金と同じぐらいになっちゃうね。だけでね。うん。ただね、金組合の方に移されたって言ってました。少しだから。年月が1年経たない以上じゃないから、ね。そんなこと言ってて。だけど聞いたら、1万6000円は年に1回もらえるらしいね。63からね。あと3年で。それだけでもお小遣いになるから結構いいんじゃないね。アイスクリームも使える。ね。大事な食料のおやつに使えるからね。そんなことで今日は私マツダ電機の厚生年金基金の受け取りについてね、久々に大昔に勤めて1年半勤めたパナソニックの会社のに電話してみました。もう少しだけどありがとうね。1年で約11ヶ月で1万6千の基金は結構高いわな。僕の次第の三輪さんっていう人もね、松田電装の社長やってたんでね、社長の家にも遊びに行ったことあるんだけど、遊びというか、ね、行ったこと、中入ったことあるんだけど、もう亡くなっちゃったけどね、松田電装、昔の名前だけどね、パナソニック電装、今、電装っていうのかな、その社長。知り合いで家に遊びに行ったことありますけど、神奈川県ですけどね、だったと思いましたね。東京か神奈川県ですね。で、まあそんなことでね、シグナルが出ましたけど、1個は勝ちましたけど、次勝つかどうかわかんないですね。どうも、バイナリーオプションスペシャリストの半田洋先生でした。あ、それから僕、松下電機ね、パナソニックの会社はね、僕、松下労働組合でね、将棋のチャンピオンを取ったことあるんですね。名人取ったことあるんで、ね、松下労働組合。1年半しか勤めてないけどね。僕は26歳ぐらいの時にね、ちょっと勤めてたんでね。1年半ね。そんなことでね。今行くと、もうだいぶあれだけど、危ないな。殺されちまうわ、ね。本書出して仕事してるから、今はね。本書出して、身分も明かしてね。今行ったら殺されるの。いくら仲がいいってわけじゃなくてね。殺されますよ。あったら。そんなことですね。私は本物貴族だからね。本物貴族だから。ごめんなさいね。他で言ったら、君が要は岩尾となりでっていう岩尾っていうのが私の名前で歌われてるんですね。死の名前でもあったし、爺さんの名前でもあるね。本物貴族だから、天皇よりかは本物の王なんですよ、私は。天皇よりか上なんですよ、地位は。イギリスエリザベスよりか上ですよ。私の方が地位が高いんですよ。本物の貴族だからね。説明したけど、みんなわかんないでしょ。本物ってどんなものかってね。ビデオよく読んでる、勉強してるけどね。冗談じゃないからね。それじゃあ、どうもありがとう。